現在の時刻が、午前0時11分ということですね。私は寝たいんです。もう。はい。でも最近、なぜか寝る時間帯がね、なんか気づいたら、朝の5時とかになってるんですよ。それで無理やり起きて、あれ行ってるんですけど、普通に授業中とかに眠くなっちゃうと。なので、本当はね、このぐらいの時間帯に寝て、普通に8時とかに起きて、たっぷり8時間睡眠。それで、一日を過ごしたいんですけど、まあ、気づいたら5時半とかになっちゃうんで、今回は、今日は、その早く寝るために、この時間に、ね、午前0時に、以降を始めて、で、このゲームで眠くなって寝ようかなと思います。それじゃ行きましょうか。これは何でしょう。なんか、目がギュインってなるな。なんだこれ。何がさ、なんかスイッチ押して、あそこのなんか。これ何この地面。この地面何？ちょっとスティックが相変わらずドリフトするね。これか。これ登れる？傾斜になってませんか、この地面。これなんか急に落ちないよね。急に落ちるからね。無理じゃない？どうしよう。これ戻った方がいいよね。これ連れて帰ったら終わりじゃん。来てなくね？なんか腰へこへこしてない、あいつら。あれ来てなくない？あれ、何のために湧いたの？まあいいや。ちょ、やめてよね、こんな行ったり来たりさせんの。もうサンダルで足バッチバチに痛いんだから。で、これでさ、これ離れると上がってくるんでしょ、どうせ。そんなことない。わしが保護しに行きますわ、じゃあ。マジこのゲームさ、モーションブラーなんかな？なんかやばい。目が、なんか痛い。見てて。おう。なんだっけ？丸？丸以外のボタン押してたら多分落ちてた。いや、×押してたら落ちてた。なんかこいつしゃがむぞ。あいだ強い。当たった。
見た。よし。なんだこいつも新しいぞ。新しい敵ばっかだ。究極の敵デザインだよね。色違うのにさ、ん？色全部同じなのにさ、なんか違うっていうのが一目見てわかるっていう。究極のゲームデザインだと思う、それ。キャラデザ？究極のキャラデザート。これ何使うんだっけ？あっちに持ってって。なんかあっちさ、何すんの？引っ張れないもんね、こっちに。うん。あいつは、後であそこ戻るか。これ今読んだらどういう視点になるんだろう。お、すご。先行ってるか、先行ってるからじゃねえよ。ちょ、迎えに行くわ。ああ、わかったわかった。あれか、あっちか。そっかそっか。よし。あ。やべ。あれ、やべ、もう戻れない。頼むよ、マジで。違う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 。レバーレバー。そう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 。こっち。これ真下です。すぐに死んじゃう。え、何甘えてんのお前。どうすればいい。え、戻れないな。ちょっと一回こっち行ってくるか。できる。こっちは何でしょう。あんまない。え、でもこれ登ってここに行くだけ？ここにおるよ。怖っ。このはしご怖すぎる。左傾いたらだってもう、ものすごく苦しい死に方するじゃん。ああ。
おう。えい。これはもうこのまま飛んだ方がいいのか。ちちちちち。よし。あれみたいだよね、てか。なんかさ、このぬめっとしたこの動き。なんプリンス・オブ・ペルシャみたいだよね。やった。やばい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 。俺が今助ける。やばい。やばい。これ今、連れてかれたらやばいんだって。よし。これ開けちゃおう。ジビビビビ。まあ、去った。ガハハ、よくやったぞ。行くぞ。てかさ、イコのさ、プレステ2のカバー見たらさ、やっぱりなんかイコとこの女の子が、なんかあれだったんだよね。砂漠みたいなところ行ってさ、でその後ろになんかちょっと、なんか建物があって、でその砂漠の中を走ってた。やっぱなんかパケシャ詐欺だなと思って、うん、すごい悪そう。眩しいね、ここめちゃくちゃコントラストがやばい。このゲームすっごい暗いところとすっごい眩しいところが、まあ綺麗。でもやっぱ綺麗なゲームだわ、なんか。ちょっとなんか地面がなんかお風呂みたいで、なんかこの、なんか嫌だけど、このタイル状の。すんげえ壮大。あ、開けれる。開けて。すごい建物なのかな、これ。あ、出口。前それやった時出口あったけど。あ、お、まさかあれ俺の武器じゃね。とりあえず上行こっか。セーブしちゃおう。え、ちょちょ、なんか来た、なんか来た。お前マジリス狩りするぞ普通に。言ってんじゃん、だからするって。触ろう。はよはよ。かかってんだから、セーブが。今までの14分間を無駄にしないための、めちゃくちゃ大事な行動。殴られてさ、HP 失うとか、コインがなんか吹っ飛んでくとか、そういうレベルじゃねえから、俺の14分がなくなるんだから。私の人生が14分が、14分短くなったことになるんだから。で、これどうやって取るんだろう。欲しい、あの剣。あの剣ってさ、取っていいやつ。何も言わないけど、何も言わないから取っちまいますか。何これ、よくわかんない仕掛けが。
ごめん、間違えた。うん。ちょ、見て回るね。こっち行こう。あ、なんもないよ。切れないか。これじゃ切れない。ああ、普通に、これ押すんじゃないの。今はすごい。なんか火の音するのどっかで。上で火が燃えてる音がする。これが下ろせるな。よいしょ。うーん、お腹すいた。
これで何すればいいんだろう。これさ、どうすればいいの。こんな機能あったら。剣欲しいよね。これ何なんだ、これどうやって動かせばいいんだろう。てかこれ何？心臓、なんか今心臓不整脈を起こした。今心臓バグってなった。信じられん。こんなさ暗いとこバッドゲームデザインでしょこれ。あ、もう眠くてさ前がよく見えん。
こいつ強いな、この小僧。あ、ちょちょちょ。お、半分回転したってこと。火つけるのかは分かんないけど、ん？結構すぐ火切るな。ってことはこの付近に。違う、別に何も変わってないんだ。お。そんな気はしたよね。やべ、落ちちゃった。綺麗けど眩しいな、めちゃくちゃ。
ットモットの、竜田揚げ弁当は食べたい。あと、カツ弁当。あと、チキン南蛮。これ火組むのだるいぞ普通に。ここまでこいつ連れてこなきゃよかった。どうしよう。マスターソー、マスターソー、マスターソー。これさ、降りてさ、キャッチとかできないよね。いや、迎えに行きますか。こっち側は、この滑り台みたいになってるところは、いけたね。あ、こっち。あ、ナイスだし。よし。よし、行くぞ。なんかガキ大将感がすごいね。なんか、でもいい子の。なんだろう、この棒を持ってさ、角、なんか、角生えてて。マントかぶっててみたいな。ガキ大将感がすごくない？昭和のガキ大将。きたー。トゥ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 ドドドドーでしょ。あ、違う。やったー。相当強くなったんじゃない？あ、なんだってー。なんか紐生えてるぞ、これから。危ねえ。そういうの超危ない。なんか挟んだらもう終わり。そういうやつだったんだこれ。どういう仕掛けってか、剣取ったら上がる。なんかよくわかんない仕掛け。よし、行こう。ちょ、ここで待って。やった、剣。うわ、あのザゴどもと戦うのが楽しみすぎる。えい。通れるようになったのか？よっ。なった。なんじゃおりゃ。短距離し、なんかさ、トロフィーすごい遅いんだけど。シルバートロフィー、今の。シルバートロフィー結構いいやつじゃない。ちょっと行ってくるね。よし。おいおいおい。すごいなんか、すごいってなってる。
左側だな。最終的にどこに？最終的にあそこかな。まあそんな難しいルートではない。行ってくるわ。難しくないけどさ、めんどくせ。なんかこの感じ。これはいけないよね。おい、セーフ。足じゃなくて指で崖に着地したからセーフです。はい。いや危なかった。足で地面に着地してたら危なかったね。マジでかったるいこれ。落っこちちゃうかな。大丈夫。あの風車のトラウマが根強いんだけど。おっ、ちょっちょ、これ足引っ張られる水に。よし。よし、着いた。ああ、怖い怖い怖い。ちょっと行ってくるね。これどこだっけ？よし。よし。あ、その部屋か。よし。ジャンプ入りとかあるわけ？ある。つながったけど、どうやってそこに行くの？ジャンプ入りあるね。いいね。なんかいろいろカチッとはまっていく感じが。うん、それはいいの。それやっちゃって。どうやって降りよう。え、来た道戻れ。来た道戻れくん。ここはどうすんだろうかな。どうやってあの橋の部分行くんだろう。落ちれる。あ、いや絶対違う。合ってるにしてもセーブしないとダメだ。探検取る前だからセーブ。あ、ああ、よし。え、ちょっと一旦セーブしたいかも。やり直すの面倒よこれ全部。なんかちょっとさ、あの悪い奴らにさ、なんかタイミング悪くノックバックされるだけで、あの、KO されるから。セーブしに行こう。
Nice jump. Ospa. Ospa. 面白いかも、行こう。割とここの部屋のパズルはなんかやってて楽しかったかも。なんかさ、やっぱこういうなんか全体的になんかいろんなパズルが一つの答えにつながってるっていうのは面白いね。あ、違うかって、そっちだった。まだもうちょいあれしたかったな。うるせえ！この探検で切り殺すぞ。今までのパズル割とさ、その部屋の中で完結してたからさ、なんかこのなんかいろいろ最終目標のためになんかでっかいパズルを一つ解いてますって感じがなんかやってて心地いいね。なんか解けた時に嬉しい。他のパズルはさ、解けてもはい次の部屋って感じだけど、これはなんかあ、どんどん自分のやりたかったことに近づいてるっていう。単純にやっぱこういうなんか剣みたいなアイテムもらえるの嬉しいね。あ、ちょ、ごめん、間違えた。落ちそうになっちゃった。悪いやつは来そう。なんか、オーラを感じる。ダークオーラを感じる。え？これまさか、君の能力？すごいね。頼んだ。なんだっけ、ヨルダン？なんだっけ、ヨルダンは国か。ほら。ヨルシカ？ごめん。そんなわけない。なんだっけ、夜。夜っていうのは覚えてる。なんかこんな明るいのに夜なんだっていうので夜っていうのを覚えてるんですけど、よし、なんもなかったね。セーブしなくてよかった。よし、じゃあ待ってて、火あれしに来るから。気つけてね。できたー。お。お。おー。なるほどなるほど、これが最終目標でしたか。あ、こんなとこあったね。あーほほ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 ほ、面白くなってきた。行こうか。セーブする？どうする？セーブしようか。めんどくさいし、やります。セーブすんの15秒ぐらいだし。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。ほら、言ったでしょ？言ったでしょ？言ったでしょ？見た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 ？ね、見た？行こうか。うっそー、これ置いてくれたんけん。
なんかこの件あれみたいだ、なんかあのなんだっけ、あのワンダと共存、ワンダと共存ってなんか剣ピカーンって掲げてるイメージ。この上とか何だったんだろう、何だったんだろう。ああ、うん、あ、まあ別に何でもないか。まあでもこっち側からも出ましたよって話かな。随分遠いところにも湧いたね。あれ、いっぱい湧いた。行こう、近づいた方が捕まえられた時に走らなきゃいけない距離が減る。こいつら足速いからさ、捕まえられると追いつかないんだよね、割と。あんま距離が遠すぎると。綺麗。やばい。あ、怖い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 。あ、やばい。あ、怖い。よし、ここら辺まで来たらやってやるか。やばい、見えないそれ。どこそれ。ほらほら、強いぞ俺は。あ、強い、あ、強い。ワンコンボで、あ、いた。ほら、あ、強い強い強い。ワンコンボでこの剣めっちゃ強いよ。行こうか。ワンコンボマジか、最高。あいつらなんかこんにゃく噛んでるみたいになんか無駄に弾力あったからさ、なんかやっててムカついたんだよ。来れる？あ、気使ってる？はい、先行くわ。たっけー、ゆっくりね。風強いからね、結構。やばい、でもスカートがもうポフォ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 ってなってる。ゆっくり。錆びてるからね、はしご。手とかも傷つかないようにしてね。気をつけてね。よし、行こう。え、これまさか上位互換？え、あれ同じ？ちょちょ邪魔。あれ、なんかこっちの方が取っ手ついてない？取っ手っていうなんか分かんない。なんだこれ、いっぱいあんのかよ。なんか特別な剣がよかったな。どこだこれ、これどこだ。真下だから一回下降りてって感じ。あ、ごめん、来なくてよかったわ、まだ。ごめんね、ちょ、もう一回降りるよ。よし、ゆっくり。パンツ。いや、めっちゃいいね。でも世界観やっぱ抜群だね。え？楽しんでんじゃないよ。何楽しんでん？何余裕見せてんねん。このさ、城のタイル状のこの作り、どういう国の城でこういう城があったのかわかんないけど。これなんかちょっとやっぱお風呂場感強くてやばくない？プール？プールっぽくて嫌じゃない？なんか。すげえプールみたい。イゴン。ボンソワ。ここ行けるようになったよ。はしご上がってたね、ここね。切ろうと思えば切れそうだな、ね。
うわ、暗い。ん？あれ？あれ？ここじゃん。あ、そうだったの？え？そうだったんだ。花咲をくすぐる春、ルル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 、想像つかないくらい、あ、いた、そう、今が何より大切で、あれ、あれ、マジか、スピード、お、おお、すご、落としたメリーゴーラン、白馬の盾が身が揺れる、うん、下の窓、少し背の高い、うん、あなたの耳に乗せたおでこ、甘い匂いに誘われた私はカブトムシ、琥珀の弓張り好き、息切れすら覚えるルルル、生涯忘れる、え、え、やばい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 やば、どっから、急ごう急ごう、ここか、やべ、数多い、めっちゃ見晴らしのいいところで戦おうか、やばい、おお、来た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 、あれ、どこ行った、あ、やばすぎ、嘘、あ、これ間に合わね、しかもこいつらに邪魔されてやばい、ああ怖っ、そんなとこ、あんなに数いるとさ、一発振って逃げてはいいのかな、あんな上の方から来てたなんてね、
よし、行くぞ。割と剣当たってるよね。剣当たっちゃってるよね。いや、申し訳ない。え、ついてこなくていいから。綺麗にさ、城がなんか入り組んでね。え？どうした？は？そんなことあるんだ。めっこうぜ。さっきもさ、別に戦わなくていいんだよね。割とわざわざ戦ったけど。あ、それできないか。装置もう次の敵無視。無視してさ、やばいことあるんかな。どんどんなんか出てくる敵の数増えるとかだったらやだな。でもここちょっと離れすぎててさ、黒いのは地面のあの脇スポットがあまりにも離れすぎて、あ、やばい、光ってる。なんか止まる、足が。逃げて。よし、ちょっと行ってくるよ。これいけないかな。ビヨンビヨンしなくちゃダメかな。はい、ビヨンビヨンか。いや、無理だね、この高さ、ごめん。うん、ごめん。
あの女の力が必要だ。さてどうしたものか。よいしょ。あ、無理か。すげえアングル。これリアルすぎ、このスピード感。めっちゃうまいよね。でもこいつこれやんの、危ない危ない。え、押しつぶしたらさ、死んでたかな。死んでそうなんかありえそう。しこ、水の音が川のせせらぎ。強引。絶対今腕痛かったでしょ。絶対焼けるような痛みがさ、腕を襲ったでしょ。これどこ？なんか新しいエリア。ああ、いやいや。そんな、ピキピキ動くな、急に。いつでも行ける。これまた複雑そうですな。大丈夫かな。急にあいつ誘拐されないかな。ちょちょちょ、
綺麗。綺麗なゲームですよ、ほんと。なんか、無限大すぎるな。何からやろう。ん？今絶対さ、あいつ捕まえると思うし。嘘だろ、嘘だよね、さすがに。どこまで行くのこれ。ね、ホローナイトやってみたいなんだけど。この部屋なんだ。どこに？ほら、ここにも落とす感じか。それ以外の用途はない。声するあいつの。柱に当たりませんように。押す動作気持ち悪い。これなんだろう。これ上に行くやつか。違うな。なんだろうこれ。あ、上に行くと。よっしゃー。あれ、こいつここにいるんだけど、なんか。ここに放置したのか。ごめんって。いいよ。で、まだもうちょい待つかも。いや。下に行くのが目標か。このブロック見つけたんだ。何に使うか分かんないけど。何に使うんだろうね、あのブロック。頑張れ AI。 あのブロック戻るときに使うのかな、上に。でも鎖登れないかな、ここ。ヨルダンが。怖えね、この。あ、
ダブルレインボー。セーブ。どうしようかな。まあ、セーブとりあえず、どうしようかな。いや、もうね、なんきゃ。ちょ、なんでさ、1時半になってんの気づいたら。話が違いすぎる。あれ ?0 時くらいに寝ようと思ったのに。途中めっちゃ眠かったんだよな、あの、剣取るところ。でもなんか全然なんもない、あのさ、真っ暗なところに、なんか、出入り口あったじゃん。あそこ、に、あ、じゃあ待って、充電ない。あ、充電ねえわ。今度あれしながら、あそこか。あそこでめっちゃ眠かったんだけどね、眩しい。ゲーム、眩しいし、めっちゃ、ぐんぐん進んじゃうしね。全然。いや、でもまあ。いや、眠くね。